カール・ワイデル・レーモンは、オーストリア・ハンガリー帝国出身の食肉職人。第二次世界大戦前から北海道函館市で、ドイツ伝統のハムソーセージの製造を長年行った。胃袋の宣教師と呼ばれた、レーモン工場跡。現在は店舗。2階に展示室がある。オーストリア・ハンガリー帝国のカルルスバードに、食肉加工職人の家庭に生まれる。 その後14歳で家業を継ぎ、ドイツ、アメリカ、フランス、スペイン、ノルウェーなどで修行する。1919年、アメリカからヨーロッパへの帰国途中に日本に立ち寄り、函館で勝田高と出会い、3年後カルルスバードで結婚。2年の故郷での生活を経て、1924年に再び函館に戻り、ハムソーセージの店と工場を開業する。 開業当初、日本人にハムやソーセージなどを食べる習慣があまりなかったため店は繁盛しなかったが、精力的に製造を続けるカール・レーモンの評判が広まり、また箱館に寄港したドイツ軍艦から大量受注したことで資金繰りが好転し、3000坪の工場を開設する。また、1935年には長女フランチェスカが誕生する。 第二次世界大戦中は、日本政府から迫害を受け、創業を停止せざるを得なく、なったが、戦後ハムソーセージの製造を再開した。1974年、西ドイツ大統領グスタフ・ハイネマンから、功労勲章十字章を受章。1979年、財団法人、サントリー文化財団から第一回地域文化賞優秀賞を受章。1983年、 株式会社箱館カール・レーモンがハムソーセージ製造を継承。カール・レーモンは第一線から退く。1985年、北海道新聞産業経済賞を受賞。同年、横道高博北海道知事から産業貢献賞を受賞。1986年、雲後等総合局実賞を受賞。1987年末に、 一家性能高速で死去。93歳。カール・レーモンの作り上げたハムソーセージの製法は弟子である福田敏夫と島倉条件に引き継がれ、同社で製造が続けられている。故郷カルルスバードへと帰郷していた1920年代初め、レーモンは欧州統合を施行する反ヨーロッパ主義運動に傾倒した。その際にレーモンは、 反ヨーロッパ主義運動の象徴として、函館の空に輝く北極星をあしらった旗を考案した。レーモンは当時反ヨーロッパ主義運動に店の売り上げを投入したものの、賛同者は現れることはなかった。この当時に考案した旗は青字に大きな黄色い星一つという現在の欧州旗に近いデザインであり、戦前は相手にされなかったものの、 戦後になって1955年に、ストラスブールの欧州評議会事務局から、彼のアイディアを採用して、青の地に、金の星をあしらった欧州旗を作るという手紙が、届いたという。この手紙の写真は、函館市のカール・レーモン歴史展示館に展示されている。ただし、レーモンの考案した旗そのものは、1830年代に、存在したテキサス共和国の国旗や、今後自由国、 ベルギー領今後に使われていた国旗に似ているとの理由で退けられている。ヨーロッパ連合と旗 P、旗 24P ハット AB ボーダレス時代のフロンティア精神に20から 22P、渡辺成人編著、カウンシルオブヨーロッパ。ありがとうございます。